こんにちは、ヒロナイトウです。いやー、今日はね、今日はバッスリーが好きな人ならば、おかっぱりからやろうが、ボートからやろうが、これがないとバッスリーできないんですって言われる4大重要タックル。この中から1つを選んでまずは説明してみたいと思います。この4大重要タックルって何があるかっていうと、ルアー、ロッド、リール、そしてラインなんです。この4つのうちの どれがなくてもバスリーになりませんもうこの4つは絶対必要なんですね。そして今回はこの4つの中からまずラインに関して僕がどう考えるなんでこんなことをしてきたのかっていうことをまず説明させてください。こういうこと一つ一つが理解できていくと自分のタックルを組むときにものすごく組みやすくなります。 ラインラインというものは実はねもう劇的な進化を遂げているんですね考えてみれば100年前の釣り100年前の釣りでは自然紙しかありませんでした要するに絹糸だとか麻だとか綿だとかそういうものを編んでったりとかそうするとまず長物で長いもので強度が安定したものってまず作りづらいその上毎回使った後は外して メンテナンスをしていかないと切れちゃうんですね。それが大きく変わったのは1937年、ナイロン66という素材ができた時なんです。長くて強度が安定したものが作りやすい。その上、メンテナンスフリーで、リールから外す必要もない。これはね、もう衝撃的だったと思うんですね。その後、ラインはどん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 進化を遂げて、70年代に入ってくると、 クロロカーボンラインも出てきました。その後、高密度ポリエチレも出てきた。どん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 進化をしてきてるんですね。ユニチカさんから僕は、ヒロさん、バスフィッシングを楽しむためにラインに組み込むべき要素、一つだけって言われたら何が一番必要ですかって随分昔聞かれたことありました。その時僕は、それは間違いなく大麻盆性です。 なぜかというと、バスがそもそも他の多くの魚と違って障害物が好きでその中に隠れやすい魚なんですね。そうすると、果敢に障害物を狙って攻めていって、力でその中からバスを引きずり出さなきゃいけない。そのためには対摩耗性は避けられないんですと。シルバースレッドは対摩耗性を追いかける方向に行きました。そして SAR が出来上がったとき、 世界中のルアーアングラーがアメリカでも本当に大絶賛されてこれすごい驚異的だとものすごく話題を呼んだんですねそしてその SAR が4年ぐらい前かなまた大幅にその大摩猛性を進化することができるという可能性が出てきたんですその時に僕は いやいや、今までの SAR での対摩耗性はものすごく十分なぐらいあるんですと。もちろんそれがもっと高めることができるっていうなら当然高めていくものを使った方がもっともっとトラブルが減りますんでね。それはそれで素晴らしいことなんだけど、同時にそれだったらば本当の意味でのルアー専用ラインを作りませんかと機能をベースに対摩耗性をそこまで必要としないルアーもあるんですと。 それを組み込んで作ってってあげることによっていろんなルアーを機能を生かすためのルアー専用ラインっていうのが出来上がってくると思うんですっていう話をさせていただきましたそれがヒロズチョイスのスタートだったんですねじゃあヒロさんヒロズチョイス最初に何を作りましょうかそれは間違いなく SAR で培ってきた技術それをまた大幅に進化させた超 対摩耗性、これを使ったスピナーベイトラインを作りましょうよとそうしてスピナーベイト専用ラインがまず最初に上がってきたんですねスピナーベイトということを考えるともうサイズは20ポンド25ポンドこの2サイズもあれば十分だと思いますもちろん力で引き出さなきゃいけないことも含め 冬場のスピナーベートなんていうと当たりが明確に出ないこともあるから。だからこそ、ラインは低深度側にしといた方が絶対に強いと思います。ということで、低深度でもう大麻盲勢をいっぱいいっぱいまで上げたスピナーベート専用ラインというのがまず一つできたんですね。そうすると今度は、ここほど大麻盲勢を必要としない他の釣りってどんな釣りがあるんですか 要するにここの対岸もう全く真逆に来る部分ですね。ここに来るルアーは何があるんですかっ聞かれた時に僕は日本での多くの釣り人を見ていてももうこれは間違いなくジャーキングだと思います。特にジャーキングっていうのはカバーの中まで狙いませんのでスピナーベイトラインほど大麻盲製は必要としないんです。でも逆に、 ミノーの動かしし方方にに、にこだわりをを持つ時に度を調整した方が絶対にいいんですと。特に春までのバス釣りは震度があるラインを使ってルアーの動きにメリハリをつけない方がどちらかというとヌルヌルっと動いたり極端なことを言うとデッドスティッキングと言われるようにアクションを持たずにスーッスーッと前に動いてくるようなルアーの動き。 これを作り出すためには絶対に深度がある高深度設定のラインの方が絶対やりやすいんです。じゃあサイズはどうしましょう春先までですから当然ながらランカーバスも含めて12ポンドラインっていうのが一番使いやすいと思います。ジャーキング専用ラインの高深度設定12ポンドというのはこれで出来上がったんですね。でも 夏に入ってきて、きもうちょっとカバーの近くを釣ったりということをやり始めることになるともう魚もどんどん体力を回復するために捕食を始めますのでそのバスたちがもうすれて警戒心が強くなったとしてもルアーの動きにトリッキーさを出して誘っていくのがストライク率を上げるコツなんですと。そうするとライインサイズを上げて、 震度を今度逆に低震度側に持ってってスピナーベートのラインほどタイマーはないけれども低震度でその代わり強力や強度をもうちょっと上げるようなラインこれが面白いと思いますということで未能の16ポンド20ポンドは低震度側で作り上げられたんですねこれで両極端が出来上がったんですそうすると残りは全てこの間に入ってくるんですがその時 この真ん中あたりに来る代表的なルアーって何があるんですかって聞かれたときに僕はそれは間違いいなくククランクベイトだと思いますとそれがクランクベイトラインとしてでき始めるできることになったんですね。クランクベイトだけは追い食いがものすごく多いんですけれどもサイズが大きくなればなるほど加えたルアーを反転せずに釣り人側に加えたまま寄ってきちゃうんですね。 そうするとなななかかたりが取れないこの微妙な当たりを取るためには低深度のラインが必要なんですとそして狙う場所が未納のジャーキングよりも五郎太子だとか岩場だとか根ずれをもうちょっと考えなきゃいけない場所が増えるからこそ対魔法性は未納のジャーキングよりももっと上げる必要があるんですと。 スピナーベイトほどはいりません。それがクランクベイトラインになったんです。そしてサイズは当然4メーター5メーターぐらいまで攻めることを考えると細い方は12ポンドが必要になります。上は少し未納のラインいやスピナーベイトのラインとはサイズを変えて出しておいた方が汎用性が増えると思いますと。 ということで15 18ポポンンド、18ポンドという設定にしたんですね。こうすることによってナイロンラインでスピナーベイトで2種類2サイズジャーキングで3サイズそしてクランクベイトで3サイズ全部で8サイズこの中から12ポンドが同じミノーとクランクにありますので それを引いたとしても7サイズを12ポンドから25ポンドの間割ってったんですね。そしてそのサイズに対して未納の低振動、高振動それからクランクベートの低振動だけども未納よりは大麻盲性がありますよっていうスタイルのラインですね。それから、 最高のタイマモン製を持っているスピナーベート4タイプのラインをこの7サイズに振り分けて作ったんですこうすることによって全てのルアーはどこかに落ち込んんででいくと思うんですね最後にトップウォーター専用ラインなんですけれどもトップウォーター専用ラインは僕はねもう自分でルアーの動きにこだわって細かいことを含めていろんな仕掛けをしていきたいんだって思った時に 間違いなくこれは P の世界だと思ったんです。ナイロンの世界だったらば、実はすでに、もう未能のジャーキングで12ポンドの伸びのある高振度ライン、それからクランキングの12ポンドで伸びのない低振度ライン、これがもう発表されてますので、例えば折り皿、折り皿をもうね、クイックにこうちょん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 こう切れを出して、 泳がしてったりまたはハーフトイッチで左へ左へ左へザラを寄せてったりっていう技を使うときにはククラランンベートの低深度ラインを使えば非常にやりやりすすいと思うんです逆にパラボリックなロッドを選んでパラボリックなロッドと組み合わせてもうねスケーティングの幅を広げてのらりくらりとこう振ってくるザラのスケーティングの幅を 広げよううとということであれば間違いなくジャーキングの高深度12ポンドラインを使うとそれがやりやすくなると思うんです。そんなふうに振り分けで汎用として他のラインが使えちゃうもんですからもう僕はトップウォーター専用ラインは PE でこれじゃなきゃできないものを作り出したら絶対面白いと思ったんです。本本当当ににに細細かかいいロッドワークに対応したもう本当に細かい ルアーの動きそれをも含めて極限がどこにあるかって考えたときにそれは間違いなく0.85だと思ったんです。僕自身もは本当に素晴らしいい細かいことができると思うんでですねでも0.85っていうのはやっぱり極限ですのであまり横着をしたりするとやっぱりね切られることも出ちゃうんです。 それを心配するんだったらば安心のできる1号これを使っていたらその心配はありませんよ。0. 8号と1号ってね全く別物のぐらい安心感は変わりますそんなこともあってトップウォーター専用ラインはその2サイズを自信を持って選ばせていただきました「ヒロズチョイス」 4タイプのルアーをベースに考えましたが、ナイロン側の3タイプの3つのルアーの種類で選ばれているスピナーベイト、クランクベイト、そしてジャーキング。このライン特性はすべてのルアーがそのどこかに必ず落ち込んでいくように考えて振り分けました。だからこそタックルを組むときに これをやりたいんだったらラインは伸びた方がいいだろうな、伸びない方がいいだろうなっていう選択をアングラーが明確に持って組み合わせることができると思うんです。もちろんこれは他の3つのタックル、これによっても変わってきます。ですので、ラインだけが良ければ他はどうでもいいという話ではありません。ラインも重要4大タックルの中の一つなんです。 この一つ一つを理解しながら組み上げていくからこそ本当に納得のいく極限まで機能を引き出すことができる組み合わせそしてそれを使いこなせる楽しさこれがルアーフィッシングの中に生まれてくるものだと僕は思ってるんです次回は違ったタックルをもう一つ紹介していきますのでまたぜひその時は見てくださいねそして 春になる前に自分のタックルの組み方これをね時間のある時にもう一度なぜこういう組み方をしたのかなぜこの長さと組み合わせたのかなぜこのラインの太さ硬さ伸び率これと組み合わせたのかこれはね人に納得してもらう必要はないんです自分の中で僕はこう信じるからこういう組み上げをした その明確な説明が自分自身にできることが僕は一番重要だと思っているんですね。それが一人一人の釣りのスタイルを作り上げていくんです。皆さんもぜひ考えて自分の釣りを自分から進化させてくださいね。